こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、妊娠中の情緒不安定についてお話ししたいと思います。私も今12人目がお腹にいて、今23週なんですけど、今回の妊娠は私自身はそんなにまだ情緒の不安定っていうものは感じてないんですけど、過去11回の妊娠を振り返ったら毎回違うのよね。妊娠中すっごいこうイライラしたりとか、こう人と触れ合いたくなくなったりとか、こう子供に怒鳴り散らしたりとか、やったら涙もろくなった時もあったし、今回何もないし、今本当に回によって全然違うんですけども、まあ妊娠中情緒不安っていうのはよくあることで、これメカニズムはどうなってるのかで、これを感じた時どういうふうに対処していったらいいのかなっていう話したいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。現在32週の初産の妊婦です。最近情緒不安定になってきてしまい、とても困っています。急に動悸がしてきたり、泣き出したりします。とにかく涙が止まらなくて、一人で号泣してしまいます。ネットで検索してみると、産後の方が情緒不安定になりやすいと書いていました。今からこんなに情緒不安定で産後大丈夫なのかなと、さらに不安になり泣いてしまいます。旦那は仕事で忙しく、双方の家族も離れて暮らしているため、ワンオペ育児になることが予想されます。私は子供のために何でも我慢できる母性あふれる性格ではないため、産んでから一人でやっていけるか本当に心配です。毎日泣いてしまい辛いのですが、何か対処法はありますか？漢方など今から飲んでいたら産後情緒不安定になりにくいなどありますか？都内在住なので、コロナで友達にも会えず、ストレス発散もできていないのも原因かと思います。子供のためにもまず私が元気になりたいです。どうしたらいいでしょうか？初めての妊娠中の時に、まあここまでではなかったけど、これに近かったかもしれないです。当時私若くて24歳若かったんですけど、もう助産師で働いてたんですけどもね、初めての妊娠でしょ。で、妊娠、自分が妊娠するという初体験ですよね。私自身は子供が好きだったんです、ずっと。で、子供好きやから小児科病棟で勤務もしてたし、自分めっちゃ子供好きやっていう自負があったわけですよ。だけど妊娠実際してみたら、なんかそのお腹の子に対する愛情みたいなものって、なんか他の妊婦さん見てたら、なんかね、胎教やったりとか話しかけたりとかめっちゃやってはるのに、私あんまりなんかこう感動がなくって、でエコーで動画とか見せてもらっても、なんか仕事柄っていうのもあんのかな、日々見てるエコーやから、それ自分のお腹の中に起こってることでって見せられても、いやでも自分のことやからやっぱ感動しなあかんねやろな。感動なかったんですよ。とにかくなんかね、すんごい冷静に、あ、まあこの周数やからこんな感じでこうやわな、もうまあ心臓は4つの部屋に分かれてるわな、そやな、この月齢やからもう赤ちゃんのいいとこは見えるわな、うん、みたいな、なんか何この冷静な感じっていうのがあって、でこう自分は母性あふれてるタイプやと思っていたのに、それがなんか覆される、ね、この質問の方とは逆ですよね。何これってなったんですよね。でそういう自分がすごい不安になっていってしまって、妊娠中ね、なんかね、私結構社交的やと思ってたんだけど、妊娠中人と喋るのがすごい面倒くさくなって、関わってほしくなくなって、で実家のお父さんお母さんでさえもあんまり関わりたくなくなって、喋りたくないみたいな、旦那ぐらいやったらいいけど、後の人はもうなんか私に近寄らないでみたいな、やけどするよみたいなね、なんかそんな感じになってしまってね、そういう自分の変化をすごい感じて、めちゃめちゃ不安になったっていうことがあったんですよ。助産師だけど自分の子育て初体験やし、もうどんな風になるんやろうって、そのイメージが湧かないから、先が見えない不安ってめっちゃ大きいよね。でもどんどん不安になっていってっていうようなことが第一子の妊娠中にあったので、この32週のね、妊婦さんの気持ちめっちゃ分かります。これ計産婦さんになってくると、この子供が生まれた後の状況、赤ちゃんの状態、こんな生活が待ってるよっていうのがなんとなくイメージが湧くんですよね。そうするとイメージが湧くものに対して人間って不安はあんまり感じないんだけど、初めてのこと、未知の世界が待っている、しかもイメージが全く湧かない、これはもう不安しかないですよね。
いろんなこと想像しちゃってどんどん不安になって恐怖になっていくんで、これすごい自然な成り行きなんかなって思うんですよ。今この彼女の場合はなんかもう号泣しちゃって止まらないのが動機がある、動機が急にバクバクしてくるとかっていうのがあったんですけども、妊娠に伴うホルモンの変化によるいわゆるその生理的な情緒不安定だったらね、それはね私が今言ったように、受け入れていこうよって、これ不安当たり前やでっていう風になんねんけど、中にはねやっぱそのね妊娠ってすごい大きな環境の変化じゃないですか。これ結婚とかもそうなんだけど、やっぱり女性にとって妊娠っていうのはものすごく大きなそのライフサイクルの中の変化なんですね。そこにこう心と体がうまく適応できない人っていうのがやっぱりいます。それはあなたがダメだからとか欠けてるからっていうことじゃなくてね、そういうことじゃなくって誰にでも起こりうることなんですね。妊娠はそういうきっかけになるし、で出産もそういうきっかけになる、で子育てが始まるっていうことも、だから妊娠出産子育ての開始っていうのは本当に私たちのこの人生の中でめちゃめちゃ大きな出来事なわけですよ。甘く考えんといてっていうぐらいでかいことなんですよ。ホルモンの状態が乗っかってきてそれも激動するわけでしょ。そこに上手に適応できないことっていうのは多々あるわけですよ。あってしかるべきっていうか普通にあると思うんですね。例えば天皇家の雅子様、外務省に勤めていらっしゃって頭も切れてバリバリ仕事されてむっちゃかっこいいワーキングウーマンやったじゃないですか。だけど天皇家というものすごいもう激変するような場所にね自ら行かれて、そしてそこで、ね、彼女はなかなか子供が授からなかった、バッシングされて、そんな中で子供をね、きっと不妊治療もされたんやと思う。そういう中でどんだけしんどかったかっていう激動を味わわれて生まれてきたけども女の子で、また次の時期天皇のこととかもいろいろ言われて、もう叩かれて、そういう中でこう社会適応ができないね、適応障害っていうのを発症されましたよね。あんだけこう立派だ、すごいこう成功されてるわっていうような女性であっても、その適応障害っていうものっていつ何時誰に降りかかるか分からないわけですよ。もうメンタル私強いし、ずっとスポーツもやってきてるし、ずっと成功してやってきてるから私にそういうことはありえないって思ってる人たちが産後うつになったりするからね。かと思ったらもう弱っちょろくて、私やっていけるでしょうか、私無理なんです、きっとできないと思うんですよとか言うてた人が産後をすごい楽しく子育てしてたりっていうこともある。いろんなパターン私見てきました。ですからその動悸が起きてしまうってこの身体症状が起きてきてるっていうのは単なるその情緒不安定、妊娠中の情緒不安定で片付けてしまっていい部分かなっていうのはちょっと疑問に思ったんですね。でもちろんその長期戦でね、自律神経を整えていくっていう、血流を良くして自律神経を整えていくっていう意味ではね、漢方を内服するっていうのも一つのね方法かなっていうのは思うんですよ。だけどその動悸が急に来たりとか、止めどもない不安が来たりとか、外出するのがなんか恐怖になってしまったりとか、こう呼吸がしづらい状態になったりとか、あと食事が喉を通らなくなったりとか、あと眠れないっていう不眠っていうような症状が出てきたりとか、泣いちゃってもその情緒の不安定を自分の力で戻せない状態になるぐらい不安定だっていうことを自分で自覚している状態っていう時は、もしかしたらその妊娠中の生理的なとこ逸脱してしまっている可能性があるかなと思うんですね。その場合は、はい、もう勇気を出して一回産婦人科でちゃんと相談しましょう。もしくは身体症状が現れている時に行く場所としては、心療内科です。身体症状が現れてなくて心だけのところでいろいろすごい不安定を感じる場合は行く場所としては精神科です。でもなんか心療内科とか精神科って言われるとなんかもうなんかすごいこう敷居が高いっていうのかな、なんかそんな感じでね捉えてしまう人がすごく多いんですけど、妊娠出産子育てと精神科心療内科の分野っていうのはものすごく密着していると私は感じています。たくさんのママを見ていてすごく感じます。そこはね切り離して考えれない分野だと思います。産婦人科の中に産生生婦生言われ産ってお産の産ね、産精神科みたいな一つの科があってもいいんじゃないかと思うぐらい
私はそこは大事かなっていうふうに思っています。それぐらいいろんなことが起こるのよ、妊娠中って。もうね、しんどくてたまらん、どうしていいかわからへんっていう時はネット検索もいいねんけどね、その調べて産後の方が情緒不安定になるよって書いてたのって、いわゆるだからマタニティブルーズっていう、あの生理的なホルモン変化による一時的な心と体の変化っていうところがマタニティブルーズ、それを検索で出てきたんやと思うね。でもそれかて放置してたら、そこからほんまもの産後うつ病っていうところにね、病的なところに移行していく、すごいあの危うい部分なんですね。その場合はその生理的な部分だから、これが時期が来たら治るようではなくって、時にはきっちりとその専門家にカウンセリングを受けてもらうことで、あの認知行動療法、いろいろ、まあ、あの方法あるんですね。そういう形でちゃんとケアをしていかないといけない場合もあるんです。決して珍しいことではないんです。ですから、あの妊婦さん自身がこれはちょっと大丈夫やろか私っていうね、正常っていう部分、まあほっとけるかなっていうところ、逸脱してるなっていうことを感じた時点で早く動いた方がいいかなっていうふうに思います。精神科、心療内科、何にも行くこと恥ずかしいことじゃないですよ。私たち生きてたらね、1年に何回か風邪を吹いて内科に行くでしょ、怪我したら外科に行くでしょ。それと同じレベルで考えてほしいんです。心もね、簡単に風邪を吹くの。その時に叱るべき処置っていうのをちゃんとしてあげないと、治らない風邪っていうのはあるんですよ。放置してたらどんどん悪化しちゃって、ほらあの時に早く内科行っとったら入院騒動並んでよかったのに、そのまま放置するから、ほら肝機能下がってもうて入院治療なってもうたやんかっていうことあるでしょう。そういうことにならないように、早めに自分の心と体に耳を傾けて対処するっていうところはすごく大事かなっていうふうに思います。動悸が出ている、まあ、ここ書いてくれてたの動悸だけやけど、でも、ね、急にこう不安になったり、呼吸がしづらくなったり、ご飯が喉通らなかったり、気持ち悪くなる、つわりみたいな症状が出るとか、あと夜眠りにくくなる、夜中に何回も目が覚める、その辺の身体症状が現れている時は心療内科で、そういうのは現れてないけどすごい泣いちゃうとか、気持ちが落ち込んでしまって持ち上げれないっていうところだけにとどまっている場合は精神科っていうので使い分けてもらって、一回ねちゃんと産婦人科以外のところを受診してみるのはありなんかなっていうふうに思いますよ。でそういう中ではちゃんとそのあなたの気持ちっていうところに寄り添ってくれて、話を聞いてくれる専門家ねたくさんいらっしゃいます。そういう中で信頼関係を持って安心した状態で出産を迎えてほしいなって思う。でそれがお腹の赤ちゃんにとって一番いいところじゃないかなっていうふうに思います。もちろんあのバブバブでもね、ウェブ相談っていうのがあります。そういうママたちの、そういう妊婦さんの気持ちに私は寄り添うっていう仕事もやってます。一人で抱え込まんといてほしいなって思う。一人でどうにかなることとね、ならないことがあるの。ならないことは助けを求めるっていう、その勇気も必要なの。それもできるママっていうのが本当に賢いママなの。それをぜひやってほしいなっていうふうに思います。もちろん旦那さんに聞いてもらうっていうのも一つなんですよ。だけど旦那さんはそういうことの専門家じゃないからね、より彼は彼なりの寄り添い方っていうのはあるんですよ。だけどそれはもしかしたら場合によってはそのママの気持ちっていうところに、あのママが納得できる寄り添い方ではないかもしれない。かえって旦那さんに話すことでもっと悲しい気持ちになっちゃうことももちろんあるおられるんですよ。あの相談する相手を選択するっていう賢さも必要なのね。あのこの32週の妊婦さんに関しては私はちょっと、産婦人科っていうところ、異常のところの精神科とか心療内科っていうところに足を踏み入れてみるのも一つの方法かなっていうふうに思いました。それは恥ずかしいことでも何でもありません。勇気を出して一回相談行ってみてほしいと思います。はい、12人目妊娠中、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。もう一回言っときますよ、産後うつなんか、この人がっていう人がなるんやから、どんな人がなるかなんか、なりにくい人なんかいないから、自分もありうるよっていうことをしっかり頭に入れて妊婦生活を送る、これもすごい重要だと思います。